ラグビーアサヒスーパードライパシフィックネーションズカップ2024日本代表、米国代表2024年9月7日熊谷、世界ランキング14位の日本は同19位の米国から5トライを挙げて41から24、前半24の10で勝ち、1次リーグ2連勝で B 組1位通過を決めた。準決勝では A 組2位のサモアと、15日に東京、 七のミ宮ラグビー場で対戦する。米国との対戦成績は日本の11勝1分け13敗。第2次エディジャパンのテストマッチ初勝利を挙げた先月25日のカナダ戦から先発2人を変更。過去6試合全てに先発していた矢崎、総大が所属チームへ戻った FB は山沢、埼玉が15番をつけた。気温、湿度が高くてボールが滑りやすく、 エディ・ジョーンズヘッドコーチ、HC は、超速ラグビーを封印する可能性も示していたが、敵陣ではラインアウトから早く仕掛け、ブレイクダウン、タックル後のボール争奪戦での FW 陣のよりも速く、テンポよくボールを動かして主導権を握った。前半5分に s o リ i 神戸の PG で先制すると、 同15分にはラインアウトからの一時攻撃でリのライン裏へのキックパスを CTB ライリー、埼玉が相手に競り勝ってキャッチ。サポートの CTB マクカラン、トヨタがトライを決めて10の0とした。23分と38分には敵陣での PK から SH 藤原、東京米が迷わず速攻を仕掛け、ロックの枠は花園、途中出場のフッカー原田、 BL 東京がインボールへねじ込んで24対10で折り返した。後半5分にはライリーがランで見せた。カウンターで自陣22メートルライン手前から回送。スピードと巧みなコース取りで抜け出し、約75メートルの独走トライで31の10とリードを広げた。その後2トライを返されて24対31とされたが、 22分に PG を追加すると、26分には敵陣左ラインアウトから途中出場した立川、東京米のオフロードが決まり、WTB 追玉、ま、静岡のトライで41から24として勝利を決定づけた。